ーに行きたいと思うのですけれども、はい、本日の企画にはこの2人にも参加してもらいます。それでは呼び、それではお呼びしたいと思います。誰どうぞー、どうぞー、衣装がないですからね。そうですよ、はい、あの今日2人に初めて定期公演に参加してもらうんですけど、うん、どうですか、ファンの皆さんも今日たくさん来てくださってますけど、こうやってステージに立つのはオーディションぶりで、うん、こうやってアイドルになってから皆さんの前に立つのは初めてなのですごく嬉しいです。おパチパチパチ。ルナは今日ステージに立てるってことだけでワクワクしてあんまり寝れなかったんですけど、これからもっと歌とか踊りとかで出れるのが もっと楽しみです。かわいい、かわいい、保護しようと。かわいいですね。はい、ということで企画に行きたいと思います。はい、はい、題してクイズ広島セナ VS 南ルナ常識クイズ対決。イエーイ。はい、先月の定期公演でナナコとレイナにね、レイナと、うん、な何クイズだっけ、あれもあれも常識クイズだっけ、常識クイズひどかったやつ ね、 ねやってもらったんですけど常識、まあ、結構やばかったし好評だったよということで。好評だったんだね。好評だったよね。そうなんだ、うん、どんぐりの背比べみたいになってなかった。大丈夫、ひどかったけど、ひどかったよ、はい、今日は、うん、あの新面の2人にもねやってもらおうかなと思います。おお、でセナとルナはあの問題の答えをこのフリップに書いていただいて、他の5人は、うん、どちらが正解するか、どっち、どうした、手を挙げればいいってこと、手を挙げる、そう、どっちが常識に沿ってるかってことね。あ、オッケー、手を挙げるよ。前回はあれがあった、札があったと思うんだけど、今回は挙手でいきます。わかった、はい、で、セナルナは正解数が多かった方が勝ちで、5人のメンバーは何、予想的中数が多かった方が勝ち、うん、みんな個人戦で、はい、はい、ということで、いきたいと思います。想像つかないな。なんか未知数だよね、まだあんまなんか本性出してくんないんですよ。そうなの、そう、そう、静かなの、そう、絶対静かじゃないのにね、ね自信ある、うん、どっちが、どっちがやばい、ないで、やば、どっちがやばそう、あ、自分なんだ、自分やばい、謙虚、謙虚、謙虚、まあいいですね。じゃあ早速第一問、お、てれん、あ、てれん、日本で一番長い川は、信濃川、信濃川、あれ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、あれ、大丈夫、あの長野とかの方でしょ、長野とかの方でしょ、信州の方でしょ、わかりますよ、はい、ではその長さはこれ常識は、何これ、常識じゃないよ、別に常識じゃなくてさ、常識じゃない、地理なんだよね、確かに、そう、変わる名前はでよかったよね、うん、そう、これね、常識じゃないよね、うん、知ってたらね、知的だよね、絶対、知的なんよ、知的なんかやった感じもするね、なんか習った感じもあるよ ね、うん、これは何年生ぐらいで習うんですか、小学生、あ、小学生なんだ、じゃあ2人とも分かって当たり前ということで、あ、まあそう一番長いんでしょ、そう、一番長いって長さでしょ、そう、一番長い川の何メートルってこと、懐かしい、うん、何メートルってこと、難しい、じゃあ5人の予想してもらって、うん、先に5人の予想出してから2人の答えいきます。オッケー、いいですか、はい、はい、じゃあセナが当たると思う人、はーい、ネチリオアリサ、ルナが当たると思う人、はーい、みんなの、ね、分かれましたね、分かんないよね、分かんないよ、じゃあ両一斉に行った方がいいんですか、一斉に行きましょうか、じゃあ2人一斉にフリップオープンお願いします、せーの、ドン、あ、ちょっとやばいかも、バカが増えちゃったかもしれない、え、待って、え、うちらさ、100キロマラソン
したじゃん、うん、100キロってさ、え、やばいけどさ、999ってやばくない？やばいかもしれない。じゃあ答えいきたいと思います、正解はこちら、でん、367km。あー、じゃあコット、うん、コット、コット、セナが近くない？あれ、セナの勝ちです。やったー、あれ、負けた。え、待って、999ってやばくない？どこの県まで行っちゃうよ、すごいね、もう一個の川だもんね。え、てか信濃川長っ。え、ね、それね、もっと長っ、ね、めっちゃ走んなきゃいけないね、ね、そんな走る前提ならやめて川だからね、考え方がもう。セナが1ポイントということで、うん、で、勝ったのが当てた組さん、ねちりおありさが1ポイントです。まあ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 、じゃあ第2問、てれんてれん、ゴールデンウィークの3、4、5は祝日ですが、3、4、5それぞれ何の日か全部お答えください。結構さ、運営さんやばいね、やばいね、やばい、ひどいね、ひどいね、うん、ひどいわ。こんなん、いや、これはわかるわ、こんなん誰も答えられないんじゃない？難しくない？1個しかわかんない、うん、え、めっちゃわかるよね、うん、まあ、5はわかるわっていう、なんか日はわかるけど、うん、順番とかは知らん。そうね、5月3日、4日、5日ね、あ、違う、間違った、ん？合ってるか、3日、4日、5日か、黒崎やばい、みんなわかんないでしょ。いや、なんか黒崎ひどい、うん、なんか海の日とか言ってた海の日はね、さすがに夏でしょ。あと敬老の日って言ってた。あー、おばあちゃんの日、5月ね、5月、敬老は違うでしょ。わかる、みんな逆に。いや、わかるでしょ、だってみんな。うなずいてるわ。感じあるよね、なんか変なあるよね、感じあるんだ。そうだ、あれだ、うん書き終わらないです。むずそうです。じゃあそろそろ行きますかね。だ、適当になんか、とりあえず、あ、適当になんかこう、とりあえず、はい、じゃあ、あの、どっち予想したか分かんなくなるから、2人にセンターに行ってもらって、うん、あの、正解だと思う方の後ろにメンバー5人は行ってください。はい、分かりました。はい、かけた？じゃあ予想大会どうぞ。5人さんは、はい、合ってる方の、合ってると思う方の後ろにセンターに行ってもらって。あ、すごい近いな、近いな、なんか、あー全員セナーということで。すいません、ルナ、さっきのでちょっとあれがルナやばいかも、ちょっと怪しい、ごめんなさい。じゃあ、あ、2人の回答を出してください。せーの、ドン。3日、天皇の日、天皇誕生日ってこと？4日、文化の日、5日、子供の日。ルナが3日、文化の日、4日、天皇の誕生日、5日、子供の日。同じ？え、同じ？いや、同じではない、同じじゃないけど、天皇の誕生日が逆だね。あー、なるほどね、文化とね、なるほどね、なるほどね、なるほどね、もうどうだろうね、これ、うん、じゃあ、うん、答えいきます。答えはこちらです。じゃじゃーん、違う3日、憲法記念日、4日、緑の日、5日、子どもの日ということは同点です。だから誰もポイントは入んないですね。そうですね、はい、いや、3日、それか、緑の日なんて、緑は分かるよ、あったわ、緑は分かるよ、分かった、憲法記念日が、ね、文化の日11月とかじゃなかった、うん、え、11月だよ、3日だけど、11月3日だよね、11月3日、うん、あー、はい、そう、ね、じゃあみんなブブ、うん、ちょっとセナとルナ同じぐらい、同じぐらい、怪しいよね、怪しいよね。では次の問題いきます。はい、うん、てれん、てれん、2人のオーディションの課題曲となった始まりの始まり、曲中に何回始まりと言っているでしょうか。7秒でお答えください。はい、ではカウントします。7、6、5、4、
4、3、2、1終了。7秒はね、むずいね。じゃあ2人の合ってると思う方の後ろに行っていただいて、まあさっき同点だったから、そうそうそう、大丈夫大丈夫大丈夫、さっき同点だったからね。あの2人の後ろじゃなくて側に行ってあーすいません、なんか一列になっちゃってすいませんね。2人、え、アリサリンがセノ、はい、ナナコリンをナナで、違うルナ、はいはい、じゃあ2人の回答を出してください。せーの。もうだってセナ本当に歌った歌った、本当にセナごめんごめん、新メンバーにはなれない。それではやった、それではなれない。ちょっと一番でも全然持っていってますね。めっちゃ言ってる。じゃあ答えいきます。23回ね。13回。おお、あれ、あれ、どっちが近いの。やばいやばい、何回だと思った。何回ぐらいだと思った。30回ぐらい言ってると思った。私も30回は言ってないんじゃないかな。え、でも6回はえって思ったけど、え、結構いい線いってたね。そういうことか。始まりなのね。え、でも6回はないよね。始まり6回は少ないけど、で10何回ぐらいかな。1番と2番とラッサビで、悔しい。意外と少ないね。サビしかな言ってないもんね。そうね、ハピバとかはさ、めっちゃ言ってるけどさ、ハピハピ難かったね。ハピハピは何回ぐらいやってたよね。セナの勝ち。セナの勝ち。じゃあセナとアリサとリンが1ポイントを獲得。セナの方が点数高い。そう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 。では続いての問題に行きます。お、ラストか。ラスト、ラストかもしれないです。私、松村瑞希のツイッターのプロフィール欄に書いてある目標は何でしょう。目標、わかる。え、何、あー、書いてるわ目標。うん、書いてるわ見たことありますか。プロフィールはあるんですけど、うん、目標。でもなんかそれに関するツイートとかもさ、うん、してたよね、うん、やっぱ知らないんじゃない。最近っちゃ最近でも、オーディションはもうやってた時。うん、わかる。シーンってなっちゃった。ごめんなさいね、これ私が作ったんじゃないですからねすいませんねわかるかしら。まあとりあえず直感で書いてもらおう。うん、うん、難しいね、目標で言うと。オーディション中とかだったらさ、やっぱ新メンバー候補生の子たちとかさ、ツイッター見るからさ、確かに結構分かりそう。目標っていう言い方が合ってるか分かんないよね、でも。あ、まあ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 、分かる人はね、なんか希望、なんていうの、やりたい、あ、やりたいことみたいな。あ、そうね、いけました。予想かけた。かけた。あ、違う、私たちが言うのか。うん、あ、そう、うん、私たちが分かれるんです。あ、じゃあ、じゃあ分かれてください。え、でもよく見てそうなのは、いや、どっちだろうな。リンセナ。え、じゃあ、ルーナ。いや、ルナ、ルナ結構見てるよね。うん、結構いいね、めっちゃ来るから、めっちゃ見てると思う。か、うん、確かに。インスタとか結構いいね。めっちゃ来る、うん。いや、セナも結構真面目だから、あ、結構見てると思う。見てる。自信あります ?2 人。あります、あります、あります、ありますよね。ありますはい、じゃあ答えいきます。答えはこちらね。日本一周したいです。あ、あ、答え出しちゃった、ごめんなさい。あ、でもいいんじゃない、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 いいよね、いいんじゃない、いいよね。じゃあ、どっちから見る、どっちからかにしよう。あと、じゃあ自信ある方とか。自信ある方、あ、なさそうだね。あ、じゃあ、自信なくなっちゃった。ごめんなさい、私が悪いです、これは。セナから、じゃあ、セナの回答どうぞ。せーの、自炊。まあまあまあ、そうだよね。三角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 、確かに。はい、じゃあ、ルナ。日本武道館。おー、日本は合ってる。日本は合ってる。惜しい、惜しい。三角三角やだ。え、どっ
っちも三角ですね。おっ、てことは、てことは、てことは、いや、おっ、リーダー、どっちも違います。違うですよね。違いますもん。違いますね。これどうしたらいいんですか。じゃあもう終了です。え、もう結果発表です。これお、結果発表いいですか。お、はい。え、じゃあメンバーから、メンバーから、はい。じゃあメンバーの予想的中が一番多かったメンバーから発表します。はいはい。メンバーは小田垣さん、お、優勝、やったー。いや、見てんだよね、結構ね。見てんのよ。何問当たってたんだ。そう、2問だ、すごい。2問正解で、え、どうしたの。なんか、お前らなんかやっぱダメだなみたいな感じで見てきたから。そんな顔してたの。じゃあセナルナがどっちが常識人なのか。セナです。うわ、おー、何問だろうね。2問ぐらい、2問ぐらい。ルナはゼロ。ゼロ、ゼロ、ゼロ。確かに当たった記憶がないですね。でも難しかったよ。え、難かったよね。そうね、ちょっとね、ちょっとね、常識問題にしてはちょっと難しすぎる。なんか問題がね、なんか常識、そうね、そうね、難易度高いかも、ね、ちょっと難しかったかも。メンバーのことどれぐらい知ってるかぐらいとかだったらよかったかも、うん、そうね、そうね。信濃川とか急に言われてもね、信濃川分かんないよね。知らないな、分かんないね。まあ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 、はい、それでは以上、広島 VS 南常識クイズでした。イエーイ、ありがとうございました。セナとアリサはあのスイーツがもらえるみたいなので。お、いいの。前のももらってない。私ももらったことない。言っちゃった。もらったことないね。5回ぐらいあったら1回もらえるかぐらいですね。まあ、あの言ったらもらえると思うよ。あ、そうだよ、じゃあ言おうよ、うんうん、買ったんですけどって言ってください、うん、はい、はい、ということで2人もありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。